皆さんこんにちは。さあ今日はですね、先日札幌旅行に行ってきまして、向こうで撮ったね動画が一通りアップロードし終えました。で、今回の旅行はですね、結構こう動画撮影に特化したといいますか、はい、撮影することが非常にね多かったので、まあそれがどうだったかってちょっと話をしていこうかと思います。で、今回はですね、まあフルサイズとジンバルをすごくね使うことが多かったですね。今まではね大抵ホテルに、全部機材を置いて、こういった軽い、ポケット2とかGoPro、 これ使ってね動画撮ることが多かったんですが、これ先日ね紹介しました、こちら、PGYTECH のね15 Air の25リッターバックパック、これがねちょっと一つ問題がありまして、まあカメラとかレンズを入れるにはいいんですが、それ以外に何にも入らない、状態だったので、野外ではですね無理にでもフルサイズをね、使うような状態になってしまいました。で、今回旅行に行ってる時は大通公園でイルミネーションとね、ミュンヘンクリスマス市が同時開催されており、まあ多数のね、訪日外国人が観光に、来ていました。まあ特に冬の札幌は東南アジアの人気がね、高いらしくて、タイとかインドネシア、フィリピンの人とかをね、多く見かけました。で、その訪日外国人の方々が GoPro やポケット2、まあ他にもスマートフォンのジンバル、DJI の OM5 とかかな、それでね、動画を撮る場面を多数見ました。で、おかげでね、このフルサイズとか、このでっかいジンバルをね、持って歩いてもそこまで悪目立ち、することもなくね、まあ最終日まで、職務質問とかそういったことに会うことは、ありませんでした。それどころか観光客数名に、今使ってるカメラとかレンズを教えてくれとか、まあその撮影機材すごいねってこう、まあ話しかけられることもね、しばしばありました。まあね、こう国は違いど、同じ趣味を持つ人がいるのはすごくね、まあ嬉しかったです。で、今回使ったカメラなんですが、今使ってる α7-4 と、あとレンズはですね、日中はこちら、SEL のね、16-35 の、レンズを使っていました。で、野外と室内は今使っている 20mm の F1.8 と、まあ、使い分けていました。で、編集時に半分の速度でスローもやりたかったので、まあ、全て 4K の 60fps で撮影しました。で、音声はこのショットガンマイクの ECM-B10 ですが、で、一部のシーンはポケット2と、あとこの GoPro Hero 11でね、撮影していました。大半のシーンは α7-4 の綺麗な映像でね、撮ることができたんですが、電車のシーンですね、雪見く電車を撮る時だけはねすごくね苦戦しました。そもそもですね、札幌の市電は観光客向けではなくて、まあ、町に住んでる人が日常の足として、使うものなので、日中でもねそれなりに混雑するんですよ。で、その混雑する中にこういった大きいジンバルとかフルサイズをね、まあ、抱えて、こうね中に入ったりとかね、動画を撮ったりっていうのは結構ね、難しかったです。で、雪ミク電車は外観のラッピングだけではなく、内部もね、特別仕様になっていまして、ミクの声を担当している、藤田咲さんだったかな。その方のサインですとか、あと歴代のね、雪ミクの、電車の写真ですとか、あとボーカロイドとか、このコラボ企画の一覧の広告がバーッと出ていまして、車内放送もね、ミクの声になっていたりと、まあ、すごくね、こだわりが感じられる、特別電車でした。まあ、それゆえにね、まあ、ゆっくりといろんな角度から撮りたいかなと思ったんですが、まあ、こういった大型の機材が足かせとなってしまって、思うようにね動くことができませんでした。まあ、こういった時はね、あれですよ、インスタ360の1インチ360度モデル、ああいった360度カメラ持ってくればよかったかなってね、ちょっと後悔しました。そう、今回はいらないだろうってね、持っていかなかったものが実は今回一番使うってことで、まあ、次回はね必ず装備に入れていこうかなと思いました。まあ、しかしですね、まあ、GoPro Hero 11でもある程度ね、綺麗に撮れたので、まあ、2つのカメラで、撮った素材でなんとか動画をね作りました。このね GoPro を首から下げて、まあ、車内の様子が少しね撮ることが、できました。で、ジンバルに関して、このね、DJI の RS3 ですか、これに関してはすごくね、活躍してくれましたね。この分解組み立てが瞬時にできたりとか、あと寒い野外でも特に不具合を起こすこともなく、しっかりね、ブレを低減してくれました。特に今の時期の札幌は、暖かい室内と寒い野外の、温度差が激しくて、まあ、機材の結露を起こしたりですとか、それ以外にも、この温度差でセンサーに異常が出てしまったりと、まあ、非常にね、過酷な環境ではあるんですが、今回は、一度もね、おかしい動きをすることは、ありませんでした。ただしですね、一点だけちょっと問題がありまして、こう斜め上のグーって上げるような、まあ、挙動だけがどうしてもね不自然な動きを繰り返してしまいました。こうゆっ
くりぐーっとやったとしても、ある程度の角度から急にギュインとね、早く、まあ、ジンバルがね、動いてしまうことがあって、まあ、最終的にね、こう、ジョイスティックの感度をある程度遅くして、まあ、こう、手動でね、指でこうぐーっと上げるような、感じで撮りました。あとはそうですね、バッテリーの持ちもとても良くて、3日間の間で充電したのは1回だけですね、まあ、かなり寒い野外で半日以上使ったんですが、まあ、全体の 30% くらいしかバッテリーは減らなかったので、まあね、相当長持ちすることも分かりました。はい。で、今回の旅行でね、一番往生したのが、まあ何度も言ってますけど、あのバックパックですね。この PGY テックの15エアの、まあ、25リッターバージョンですが、前回のね、このホテルの動画でも話したんですが、このね、バックパック、カメラですとかジンバルとかそういったものをね、まあ入れるには全然問題はないんですが、途中でちょっとでも荷物が増えようもんならもう収納することが、できなくなってしまいます。で、実際僕初日にですね、あのレンタル Wi-Fi を、借りようとした時に、あのお店の方に行って使用書と充電器とかと Wi-Fi のルーターがこう一つに入った袋を渡されたんですが、まあ、それがね、全く入らないような状態で結局そのね袋を手に持ってホテルに戻る、ことになりました。で、撮影と撮影の合間に途中でお土産を買うですとか飲み物をね買うのも、一苦労でしたね。で、このねペットボトルとかはこの左右のポケットに入れるんですが、このツルツルした内張りがね悪さをして、よくペットボトルが途中で、落ちまして、気がついたら飲み物がなくなってるってことが、2回ありました。まあ結局ね、買い物とかお土産とか買うときはバックパックをホテルに置いて、外出する必要がありました。まあ一応ですね、内部の仕切りを全部外せば、なんとか荷物を入れることはできるんですが、ホテルに戻ったら再度内部を組み立て直す必要があり、まあすごくね、めんどくさいです。でね、まあそんなことであればですね、まあいつも使ってるこちら、ミステリーランチのね、3D アサルトパックを、まあ持って行った方が良かったのかなと。これであれば、まあその中のインナーケースとか外してしまえば、そのまま荷物で入れることもできますし、そもそも中にインナーケースを入れて、カメラ入れて、ジンバル入れたとしても相当余裕があるので、そのまんま、お土産買ったりとか買い物することができたかと思います。で、今回はですね、まあ、ちょっとこういったね威圧感を与えにくいデザインで、ね、このバックパック、買ってみたんですけども、ちょっと自分のね運用方法ではうまく使うことが、できませんでした。まあただ何度も言いますけども、このバックパックそのものに問題はあるわけではなくて、非常にね素晴らしいです。はい。まあ高価な機材をね、入れたりですとか、とカメラを傷つけず運ぶっていう意味では非常によくできていますので、あくまで自分の使い方が合わなかった、そんな感じでした。はい、ということでね、今回の旅行に持ってった機材についていろいろ語ってきましたが、どうだったでしょうか。そうですね、まあ、やっぱりあのインスタ360ちょっと持っていけばよかったかなっていうことと、あとこのね DJI の RS3 ほんと素晴らしいジンバルってことをね、再確認できました。まあなかなかねこういったものは実際に現地に持ってって使わないとわ、まあ、からないこともたくさんありますし、まあそれでこそそれであればあのこのバッグなんかそのね、最たるものかなと思います。次回はそうですね、まあ、もう一回ミステリーランチのバッグに一通り機材入れて、まあまた動画ね撮っていこうかなと思います。どうですかね、今回の旅行はね比較的こうガッチリ撮るぞっていうことで、あんまりこのビデオブログ的な感じ、まあ、僕が出て喋るようなことはやらずに、まあとにかく一日中ずっと外にいていろんなカットをたくさん撮って、でそれを家に持ち帰ってこうガッと一つ動画作って出すってタイプだったんですが、まあ、やっぱりあれですかね、こういったちっちゃいカメラとか持って、まあ、風景を映しながら喋るっていうのがいいでしょうか、それとも、まあ、今回みたいなねちょっとこう映像作品的なものがいいでしょうか、ぜひねコメント書いてみてください。まあ、それによってねちょっと次回以降の、まあ、旅行とかの予定をね考えてみようかなと思います。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね皆さんも何かの参考になれれば幸いです。で、今後ですね、こんな感じで旅行とかで気づいたことありましたら、どんどん動画にしていきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。